ほのかは日本のモデルグラビアモデルである ING 所属ハーモニープロモーション業務提携。横浜ベイスターズの本拠地横浜スタジアムでビールの売り子として勤務。当時から人気があり、ほのかとして個人でタレント活動を開始。2016年5月からは川島アイランが所属する翼グループのマネジメント会社 ING とタレント契約。 ほのかとしてデビュー。かわいすぎる、売り子の芸能界デビューと、2016年5月26日、付け、スポーツ日本の使命を飾り、2017年4月からは、ハーモニープロモーションと、業務提携を開始。事務所所属前には、読者モデルや、サロンモデルとして活動。大学生ファッションサークル、オアシスの2016年度のミスオブサークルファイナリスト。 サマンサ・タワッサ賞に選ばれた。2016年6月6日発売の週刊プレイボーイで初グラビア。8月週刊ヤングジャンプのグラビア申請発掘グランプリ。原石2016エントリーしグランプリを受賞。2019年1月10日週刊ヤングジャンプ総刊40周年を記念した SS11 に選抜される。ブログでも競馬予想を展開。 2016年7月にスポーツ日本のイベントで福島競馬場にてビール売りをした時に初めて馬券を購入。競馬に興味を持つきっかけになる。その縁で2019年の日本ダービーではスポニチで予想を披露。その後も主要 G1 で予想をしている。2019年7月23日発売のキャンキャン9月号でキャンキャンの専属モデルには適される。 ビジュアル路線で行くという本人希望にもかかわらず、ドッキリ番組で体を張る仕事が増え、私キャンキャンモデルなのにと憤慨する様子が話題となる。ありがとうございます。